はですね、群馬県太田市にあります田中屋さんにやってきました。ザ・ポンコツ行ってみよう。あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。ハロペコ、今日はですね、群馬県太田市高林南町にあるラーメン田中屋さんにやってきました。楽しみ。入ってすぐ食券制になってまして、豚骨醤油味噌辛うま中華そばなどがあります。注文完了。相方はデビル麺を注文してますが、食べられるんでしょうか。卓上はフィーバーすぎます。いろんなカスタマイズができるのもとっても魅力的ですよね。俺はこちら。あれ、カメラが下に行かねえな。味玉札幌味噌ラーメン1050円です。こちらの味噌ラーメンは中華鍋でオリジナルラードを熱して、ひき肉と自家製味噌を焦がして作っているそうですよ。焦がし味噌を飲んでみましょう。スープは見た目以上にこってりとろみがある味噌スープです。これがめちゃくちゃ美味しくてですね、鼻から抜ける香ばしい香り、味噌の旨味がぐっときますね。味噌だれはすべて北海道の味噌を使っているということで、11種類の味噌が入っているそうですよ。それはうまいな。麺は生麺ということで、北海道の某人気ラーメン店さんと同じ製麺所の麺を使っているということです。うまい。味噌といえばこの黄色みがかった卵麺ですよね。ほんのり縮れた麺もとてもうまいです。こちらの太田市田中屋さんの店主様は館林の田村屋さんでということで、私前回行ってますので、そちらの動画概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。穴あきレンゲが嬉しいんですよね。ひき肉やもやしが入ってるんですけども、穴あきレンゲがあることでひき肉を残さずに食べられるのが私としては嬉しいです。しっかり炒めてありますね。香ばしい。もやしのシャキシャキ、ひき肉もやっぱり味噌ラーメンにはとても合いますね。なんかやってます。そして私の大好きな味玉ですよ。火加減がバッチリですよね。濃厚なスープに絡んでめちゃくちゃ美味しい。絶対欠かせないのはニンニクですよ。やっぱり最初はオリジナルで食べてからニンニクをね入れます。ちょっと入れすぎかな。口臭上等。それでは食べていきましょう。ニンニクを入れると格別に美味しくなっちゃうんですよね。元が美味しいので、さらにパワーアップした味噌ラーメンが楽しみです。一気にパンチ力が増しますね。こりゃうまかった。最高。ハンライス60円です。つけるつもりなかったんですけども、この味噌を食べればわかる、ライスが欲しくなっちゃいます。穴あきレンゲで具材をご飯に入れていきます。入れ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 。最後は味玉を上に乗せて、これで500円ぐらい取れるような丼が完成しました。いかがですか。 MO 風味噌ひき肉かけご飯、ハンライスがあるのがちょうどよくていいですよね。さらにここにもニンニクを入れていきたいと思います。明日絶対口臭いだろうな。ご飯食べに来たらやっぱり美味しく食べたいんでね。でもこの量にこのニンニクはちょっと入れすぎたかな。もう食べる前から分かるんですよ、絶対うまいの。うまい。ご飯にも合う。私やっぱりご飯が好きなので、この食べ方はうまいですね。最高。相方はこちら、激辛デビル麺1040円です。デビル麺には普通のデビル麺と激辛デビル麺があり、今回は激辛のデビル麺です。
私一口食べてみますがどうなんでしょうか。とろみがすごいですね。そして真っ赤です。とろみがあるから絶対辛いですよねこれ。辛い、辛いの好きな人は好きでしょうね。とろみが結構強くかかってますので麺に絡まる辛い麺がこれはきますよ。辛いの好きな人にはおすすめ。具材にもがっつり辛いのが絡んでいます。麺はやはり味噌と比べると少し太めの麺ですね。いや辛いな。デミル麺前にも違う店舗で食べたんですがその時もとても辛かったですね。これ食べられる人すげーな。デミル麺の中にキャベツが入ってるんですけどもキャベツがとても甘く感じるんですよね。辛いのが好きな人は納得の辛さだと思います。デミル麺には麻婆豆腐のような豆腐のあんかけも乗っています。このキャベツが甘く感じるんです。細かいネギやもやし、そして豚肉も結構乗っていました。すべてごちそうさまでした。私栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日の田中屋さん、濃厚でうますぎる味噌ラーメンと激辛が得意な方のデビル麺、レベルはかなり高いです。裁縫確定。本日はごちそうさまでした。